作家でヨガ講師の加古です。こんばんは。今日東京すごく暑かったですよ。そしてね、北海道の方、地震、すごい地震がありましたね。お気をつけくださいね。青森も集中豪雨で被害が出ているかと思います。被災されている方は本当に命を大切に、自分を守る行動をしてください。すいませんね、私も今日ドスッピン、汗かいてもう顔を洗ってしまいました。さあ今日はですね、開脚スクワット、体側を伸ばしということをしていきます。開脚スクワットすることで血糖値が下がりますので、糖尿病の方ぜひ続けてください。そして女性の方はね、足が細くきれいになるエクササイズになります。はい、それではですね、まず立ちましょうね。はい、そして骨盤幅に楽に開きます。肩周りからほぐします。息を吸いながらゆっくり引き上げます。頭の上で合掌して背骨をぐーっと引き上げて、息を吐きながらゆっくり体側に下ろします。もう一度息を吸って、さあ羽を広げるようなイメージでしょうかね。はい、背骨をぐーっと引き上げます。さあエッフェル塔になったイメージでしょうか。ご自分がエッフェル塔になったようなイメージで、さあ背骨をしっかり伸ばします。息を吐きながら軽やかに羽を広げるようなイメージです。さあ息を吸って引き上げて、頭の上で合掌。はい、背骨をぐーっと引き上げます。じゃあそのままつま先立ちしてみましょうか。ちょっと高齢の方は危ないので、かかとを上げないでくださいね。かかと少し上げても大丈夫な方だけ少し上げてみましょう。はい、ゆっくりかかとを下ろして、息を吐きながら体側に下ろします。もう一度いきます。さあ、息を吸って上がります。頭の上で合掌です。はい、次の吸う息でかかとをぐーっと引き上げてみましょう。はい、息を吐きながらかかとも下ろして手も下ろします。それでは体側少し伸ばしますね。はい、ゆっくり体を倒しましょう。他は真正面のままで大丈夫です。骨盤から肋骨引き離していきます。体側伸ばすとね、疲れ取れますからね。このまま3呼吸キープ、あと2呼吸1つ。ゆっくり体を戻して、頭の上に軽く手を乗せて、吐きながら頭を倒します。首の凝り、頭の重さを使ってほどきます。頭の重さは男も女も約5キロと言われています。頭の重さで首の凝りをほどきます。はい、ゆっくり戻します。手を下ろします。はい、それでは反対側、手をまずぐーっと引き上げてから、頭の上に軽く手を乗せて頭を倒していきます。このまま3呼吸キープです。あと2呼吸1つ。はい、ゆっくり戻していきます。はい、手を下ろします。それでは両手が胸の前で組みます。はい、で少し骨盤を倒していきます。頭下げましょう。はい、背中はまっすぐです。大地と平行です。はい、そのまんま斜め前です。はい、吸って真ん中、吐いて反対側に行きます。じゃ少し上げていきます。反対側に行きます。はい、吸って真ん中、吐きながら反対側。はい、少しずつ高くなっていきますよ。はい、吸って真ん中、吐いて。はい、でこのまんま頭の上、はい、背骨ぐっと引き上げて、両手組んだまま、このまま体側伸ばします。はい、吸って真ん中、吐いて。はい、吸って真ん中、ゆっくり手を下ろします。はい、そしたら腰幅の2倍に足を開きます。で、親指はハの字です。お膝と親指が平行になるようにします。腰に手を当てましょう。開脚スクワットすることで、この内太ももの筋肉、大臀筋、そしてお尻の筋肉、大臀筋ね、強化します。腰に手を当てましょう。息を吐きながら、はい、お膝曲げていきます。この時に骨盤がまっすぐ前傾しやすいですけど、前傾がねしちゃうなっていう方は少し手前で止めておきましょう。ご自分のできる範囲で大丈夫です。膝痛い人は緩めで大丈夫。いっぱいいけるよって人はいっぱい行きましょうね。はい、吸って上がります。さあ吐いて、お膝曲げていきます。
と3回いきましょう。吐いて、おひざ曲げます。はい、吸って伸ばします。吐いて、おひざ曲げて、はい、吸って伸ばします。ラストになります。吐いて、おひざ曲げて、吸って伸ばします。はい、ではですね、これをもし見ている女性の方がいらして、足首を細くキュッと引き締めたいとか、足を細くしたい人には、チャレンジになります。で、年齢がちょっといかれてる方、かかと上げてグラグラしたら、かかと上げないで今のまま足裏しっかりつけたままスクワットしていきましょう。はい、それではまずはお膝を上げていきます。骨盤まっすぐです。股関節のところに手を当てておきます。この膝曲げた状態でかかとを上げます。かかと上げてグラグラして怖いなと思う人はかかとを下ろしてください。大丈夫な人だけ一緒に5セットいきましょう。かかとを上げたまま、はい、お膝をぐーっと伸ばします。ここで4秒キープ。4、3、2、1。はい、かかと上げたまま膝曲げて、ここでも4秒キープ。4、3、2、1。はい、かかとを下ろします。これで1セットです。2セット目いきます。かかとぐっと引き上げて、はい、お膝伸ばします。グラグラする人は危ないからかかと下ろしてね。ここで4秒キープ。4、3、2、1。はい、かかとを上げたまま膝曲げて4秒キープ。4、3、2、1。かかとを下ろします。2セット終わりました。3セット目、かかとを上げます。かかとを上げたままお膝を伸ばします。かかと上げてますよ。ここで4秒キープ。4、3、2、1。はい、かかと上げたまま骨盤まっすぐ膝曲げていきます。ここで4秒キープ。4、3、2、1。かかと下ろします。はい、あと2回かな。はい、かかと上げます。はい、膝伸ばしていきましょう。4秒キープ。4、3、2、1。かかと上げたままお膝曲げて4秒キープ。4、3、2、1。はい、かかと下ろします。はい、ラストになります。かかと上げて、かかと上げるときつい方はかかとをね、つけたままで大丈夫です。はい、膝伸ばします。4秒キープ。4、3、2、1。かかとを上げたまま、はい、お膝曲げて4秒キープ。4、3、2、1。はい、かかとを下ろします。じゃあちょっと手足ね、振っておきましょうか。どうでしたかね。いい感じでしょうか。結構汗、これだけでも10回やっただけですけど汗かきますよね。で、何がいいかって言ったら、内転筋って結構意識しないと使えないんですけど、内転筋をね、普通のスクワット、この大腿四頭筋、大臀筋、ハムストリング使うんですけど、開脚スクワットは内転筋、大臀筋、そして腹筋しっかり使っていきますので、足はきれいに細くなります。そして血糖値もね、AC1 下げるそうですので、ぜひやってみてください。はい、それでは今日はこれで終わります。はい、コロちゃん、ご視聴ありがとうございます。梅田しげみさんもありがとうございます。伊田あよいさん、ありがとうございます。そう、ね、何時って決めてライブやればいいんですけど、私も毎日金曜日以外お休みがなく、毎日朝9時半からレッスンやってるので、で、お家のね、こともご飯作ったり、お掃除したりもありますので、時間が空いた時にね、ちょろっとやります。なので、何時にって、予約もできなくてごめんなさい。はい、そして、遠くの方、かこよがスタジオオンラインレッスンも受けられますので、かこよがのホームページからご自分が受けたいレッスンがありましたら、受けてください。はい、それではまた、さようなら、また会いましょう。ご視聴ありがとうございました。